りです。今日は大阪の大正の方にある爬虫類キッチンアゲインというところに来ております。どうも、爬虫類マッチです。どうも、マリです。じゃあ看板豚のブーコン。これダメみたい。本当に。もう豚野郎、本当に。お前。これ。これ豚野郎。ゆっくり食べて。ね、ゆっくり食べな。やばい、ブーコ食べやる、ブーコ食べやる、やばい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 。取られた。豚野郎、本当に。このクソ豚野郎。あ、ちょっと取った。店内にもたくさんの爬虫類たちがいました。特にこの非常におとなしい特系ヤモリ、希少外来として知られる特系ヤモリがここまでおとなしくハンドリングされるってあんまりないんじゃないでしょうか。超可愛いですね。アルバーティスパイソン。キミカブラック。キミカブラック。この黒色がね、太陽光の下だと虹色に輝くのが。すごい美しいですね。超かっこいい。アルバーティスパイソンをここまで触れる爬虫類カフェもなかなかないと思います。他にもこんな大きなヘビにも触れ合うことができます。というわけで、大阪の大正区にある爬虫類キッチャーアゲイン、触れ合える爬虫類カフェというわけで、他では触れ合えないようないろんな珍しい生き物たちに触れ合うことができます。皆さんぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。という感じで今日の動画はおしまいです。